では、よろしければ本番いきます。5秒前4、3。皆さん、ご機嫌いかがですか？川田純子です。今回もやってまいりましたアイドル伝説2のお時間です。どうぞ最後までごゆっくりお付き合いください。多くの人たちの求めるものを実現したら、パソコンはこういう形になりました。CD ロム搭載のワンボディ、富士通のハイパーメディアパソコン FM タウンズ2新登場。富士通。はい、それでは今日の1曲目は西野妙子ちゃんのデビュー曲永久キスです。それではどうぞ。ダメ、この
というわけで今回は西野妙子ちゃんの特集です。次の曲はライブビデオファーストコンサート1991の中から悲しいリンゴ1989です。シングル発売になっています悲しいリンゴ1991とはちょっと違ったアレンジとなっていますので、どうぞご覧ください。西野妙子ちゃんの曲といいますと明るくてポップなイメージがあるかと思うんですけれども、次にお届けしますのはセカンドアルバムフラワーグルーヴの中から薬指です。詩の内容をね聞いていただけますとタイトルの意味がよくわかると思います。映像は去年の11月に放送しましたアイドル伝説オリジナルのものです。それではどうぞ。それでは本当に最後の曲、私のセカンドアルバムフラワーグルーヴの中からの、ラストの曲になります。薬指聴いてください。
一度の扉の閉まる音、何もかもが悲しいほど綺麗。薬指いたずらで勝った指輪、するりと外した左手が悲しく軽い。いかがでしたか？中森明菜さんのセカンドラブとはまた一味違った切なさのある曲ですね。さて、西野妙子ちゃんは先日25日に7枚目のシングル悲しい女になっちゃうよが発売になりました。8月にはアルバム、9月にはコンサートも予定されています。それでは今日の最後の特集の曲は新曲悲しい女になっちゃうよです。どうぞ。
はい、ということで今回の特集はいかがでしたか。それではまた次回までごきげんよう。でも皆さんがうわーって言ってもらって私普通にこう頼みむずいじゃん。ダンサーどうやったらなれるのかな。それでももっともっとある中学の。ああもうどういう気にしたらなれるのか。本当にもうできれば晴れるなんか恥ずかしそうにやってると帰るのにそう一緒に踊りましょう。でみんな踊ってくんないと恥ずかしいな。こっちヤオ踊りですよ。いや日本舞踊はこういうスーソップの この自由です自由です。なんかこう、こう手が入ってたのがいいんですか。で、一回遊んで、あともう一回やるんだ。今の一番良かった。でも全然言ってたことができなかった。何言ってたの。全然言っていただいたんですよ。マールディーとかね。少し鼻を出しますか。ねえ、いいですよ。あとは一つ最後編集大変ですよ。絶対もうすごい下手くそだから。そうですね、去年はね歌を中心に活動してきたんで、今年はずっと女優さんになりたかったんでお芝居の方もたくさんやっていきたいんですけどもね。私昔のハリウッドの女優さんが好きで、最近もよくビデオ映画のねビデオを見てるんですけども、オードリー・ヘップバーンさんとかビビアン・リーさんが好きで、うん、だからこれからもお芝居とかもいろいろチャレンジしていきたいなと思いますね。夢中だった。
スムーズな味わいラーク。うちの社運をかけた会議なんだぞ君。ですから山の湯よし決定。真面目に会議楽しく宴会。